皆さんこんにちは私のチャンネルへようこそ3月19日火曜日放送の火曜は全力花大さんと千鳥くん関テレフジテレビ系午後10時10時54分に木梨憲武が初登場する花大さんと千鳥くん関テレフジテレビ系午後10時10時54分に木梨憲武が初登場する写真 小競り合いをする木梨のり大悟と二人を見守る一同。博多花丸、大吉、博多花丸、博多大吉、土千鳥、大悟、信、ブ、かまいたち、山内健二、濱家隆一が、全力で遊んで、全力ではしゃぐ。おテーマに様々な企画に挑戦するバラエティー、火曜は全力。花大さんと千鳥くん。 今回は、現在放送中のドラマ、春になったら、関テレ、フジテレビ系、毎週月曜午後10時、で、なおとダブル主演を務める木梨憲武が初登場。オープニングから仕掛けてくる木梨に、初共演の千鳥は、うわー本物や、と感激。大語は、トンネルズやなぁ、今の、と感慨深げ。花台は、トンネルズの番組コーナー。 細かすぎて伝わらないモノマネ選手権が花丸ブレイクのきっかけだったこともあり、生みの親と木梨に感謝する。濱家は山内に、さすがにノリさんには行くなよといつもの暴言を牽制するも、山内はお構いなしにお笑い界のレジェンド、木梨に嫌味な一言を言い放つ。最初のランキングは、30代の既婚男性30人が選ぶ。 結婚相手のお父さんだったら嫌なのは誰ランキング、20代の娘がいる木梨は、まだ彼氏が家に来たことはない、と明かすと、その場面を想像しただけで、えと動揺して黙り込む。予想では全員が山内を1位にする中、山内だけが木梨を1位と予想しただただむちゃくちゃな人、と言い出すと、木梨は、それは、石橋、高明だけじゃないかなぁ、とやんわり反論。 また山内のある言葉には「安田成美さんと同じこと言う」と思わず笑ってしまう。最後は「実演販売に引き込まれたのは誰?」「ランキング」と題し「全員にドッキリを敢行」「芸人たちをいきなり30人の客前に連れ出し」「事前に偽企画の撮影用と伝えて用意してもらった私物を使って実演販売をしてもらいそのプレゼン能力をランク付けする」 花丸は偶然にも実演販売にぴったりな私物を持ってきており、向いてるかも、と軽快な口調で観客の心をわしづかみ。ノブは女性が喜びそうな美容器具にもかかわらず、うまい言葉が出てこずおろおろしっぱなし。木梨が持参した私物は、木梨ならではのあれ。ドラマで実演販売主役を演じているだけに見事な話術を披露するかと思いきや、反則技で会場を盛り上げる。 果たして木梨とメンバーは協力して賞金をゲットできるのか。より小さい木梨のりたけコメントより大きい。収録を終えての感想を教えてください。番組に、そしてあの6名に馴染むのに、とにかく必死でした。どこまで出せばいいのか。一人だけよりおじさんだから、声を張るようにしました。笑。千鳥さんとは、初対面、初共演でしたが、いかがでしたか テレビで見たままの人たちでした嬉しかったです大悟くんに関してはそれいらんのちゃうとかのワードがもっと来ると思ってたら一つもなかったですねそしてかまいたち山内くんの遠慮なく噛みつきに行く技術その中で本音を混ぜていく技術っていうのは横にいて面白かったですね博多華丸大吉さんの印象はあの2人は「 どの番組にいても穏やかで強く来ないから笑強く来ない素敵な2人組なのであの2人だけだと逆に強めに入っていっちゃうんですよね強く入ったところをいやいやいやのりたけさんってゆっくり止めてくれるからありがたいです番組の視聴者に見どころをお願いします花大千鳥かまいたち彼らよりちょっと上の年代が来た時の 6人それぞれの素敵な技術をご覧ください。何かが起きても役割分担で回していく。プロでありエースでテレビ番組にたくさん出ている方たち全員が持っている技術というのをこれから頑張ろうとしている若手の芸人たちも参考になると思います。スポーツ王という番組をやっていて上の世代のスポーツ選手が来た時 そのの場にいるるみんんながプロの技術を出してくるんですよ本当の競技の技術ではあるけれどもそれと同じように感じました。収録が楽しくて楽しくてだから大至急他の企画でも鼻を落ち取りに出られないか今スケジュールを見ながらたくらんでます。突然やってきて止められたら帰るっていうね笑皆さんのおかげです。 っていう番組の一光さんとか錦野明さんの技術を「あもういいわごめんなさい」。より小さい千鳥、信太大コメントより大きい。今回、木梨さんが番組初登場でしたが収録を終えてみていかがでしたか信千鳥としては初めて木梨さんにお会いして「やっぱり実在したんだと嬉しかったですね」。誰に会いたいたですか 二人とも憧れていたお笑い芸人さんに、木梨さんのお名前を出してました。これまでなかなかお会いできてなかったので、嬉しかったですね。そして優しかった。夢のようでした。大を本当に、子供の頃に抱いた感情を思い出させてくれたと言いますか。ああ、そういえばテレビであんな逃したくて、わしは芸人になったんだな、みたいなものを目の前で見られて感動でした。 今回お会いする前と後で、木梨さんの印象は変わりましたかのぶ本当に粋で、おしゃれで、どのシーン、どのメディアを見ても絶対ただじゃ帰らない人だなという印象だったんですけど、まさにその通りでした。先輩ですけど、一番暴れ回って、最後もかっこいい去り方で。それはファンも業界人の人もスタッフも共演者も惚れる罠と思いました。大悟本当に、かっこいい。 遊び人、自由人、っていうイメージでしたが、まさにその通りの人だったっていう感じですね。最後に、視聴者に見どころやメッセージをお願いします。ノブちょっとどこが、オンエアされるかわからないんですけど、わら。本当におもろかったです。ちょっとネタバレになっちゃいますけど、トンネルズさんのおはこのセット破壊、共演者黒丸黒丸、わら、とか。 僕、まだ肩甲骨痛いんですけど、わら、光栄です。これは必見ですね。タイをやっぱりセット破壊も、ただ壊すじゃなくて、ちゃんとした理由やボケというのがあって、そこをそうするんだ、とか感じましたね。共演者に対しても、トンネルズさんって、いつも確かにそうだったなと。普通いじらん肩をいじったり、あれはやっぱり僕らも好きなので、トンネルズさんの、その感じ。 をわしらは真似してたいなと思いましたね。どこだと思いますか次は CU でした。